その川岸から離れて川沿いの道を進んでキャンプサイトまで帰ります。道はどっちに続いているのでしょうか。みんなは先に行っちゃって、道はどこに続いているのか分かりません。熊が出てこないといいんですが、大丈夫でしょうか。あ、次の図書店に来ました。でもここも橋がかかってません。まっすぐまた川沿いの道を進みます。ずんずくずんずく進んでいます。先ほどのキャンプサイトの下の水間までの道にやってきました。心が私たちの水場です。食器を洗ったりここでしています。さあ、ようやっとテントサイドに戻ってきました。熊に出会わなくてよかったですね。